話って。ああ、来たか。お前らよく戦ったな。あの黒猫海賊団相手にだ。俺はキャプテンとして非常に鼻が高い。そこで唐突だが、俺は一人で海へ出ようと思う。本物の海賊になるんだ。え、キャプテン。理由は一つ、海賊旗が俺を呼んでいるからだ。世話になったな、お前ら。村のみんなには黙っていくつもりだ。よろしく言っといてくれ。キャプテン、嘘でしょ。この場所を覚えてるか。俺たちが初めて出会った場所だ。そんな思い出話聞きたくないよ。いろいろあったな。嫌だよ。行くな、助け。お前らの野望は何だ。酒場を経営することです。大工の棟梁になることです。小説家になることです。それぞれの野望の火を絶やすことなく、己の道を突き進むことをここに誓え。今日限りをもって、ウソップ海賊団を。